はい、どうも皆さんこんにちは、二の舞です。さあ、今回のレッスンでは裏打ちビートと呼ばれるこんなパターンをやってみたいと思います。この裏打ちビートっていうのはとにかくノリが良くて癖になる、叩いててめちゃくちゃ楽しいパターンです。ノリの良さと、そしてどんな曲にも合いやすい万能さを両方ね兼ね備えているので、8ビートと同じか、なんならそれ以上の登場率を誇る人気ビートパターンです。少し癖のあるパターンですが、要所でポイントなんかも話しながらゆっくりやっていくので、ぜひ頑張ってついてきてみてください。それでは行ってみましょう。さあ、それではレッスン始めていきます。まず裏打ちビートの裏という言葉について、これは以前のレッスンでも解説しましたが、簡単に言うとリズムの後半部分のことを言います。なので8分音符で言うと1のち、2のい、3のん、4のいっていうこの数字の2文字目部分のことを裏というふうに言います。で、じゃあ裏打ちビートでは何を裏で叩くかっていうと、ハイハット、ハイハットを裏でだけ叩きます。で、8ビートの時っていうのは1、2、3、4ってこう全部のタイミングでハイハット叩きましたけれども、裏打ちビートでは裏だけ叩く。1のイは叩かずにチで叩く。2のニは叩かずに2のイで叩く。この要領で1、2、3、4、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 
振り上げる頃です。つまり数字の1文字目の時に上げて、数字の2文字目の時に下ろす。1のいで上げて1のちで叩く、2のにで上げて2のいの時に叩くね。1、2、3、4、1、2、3、4、こんな風に表で振り上げるっていうのを少しでも意識できると、この裏だけ叩くっていうトリッキーな裏打ちのリズムを攻略しやすくなります。ということでね、そんなことも意識しながら、まずこの裏だけハイハットを叩くっていうのを一緒にやってみましょう。メトロノームに合わせて1、2、3、4、1叩いていきます。それでは行ってみましょう。はい、OK です。そしたらここにバスドラムやスネアを加えていきます。まずはバスドラムからいきます。バスドラムね、8ビートの時と同じようにいろいろなパターンがあるんですが、その中でも一番裏打ちと一緒によく使われるのは四つ打ちのパターンです。 1、2、3、4 に合わせて1、2、3、4とこう4回踏む、この四つ打ち、これがね裏打ちとセットで使われることがめちゃくちゃ多いんです。なのでこのね裏打ちと四つ打ちの組み合わせ、今回は練習していきます。楽譜で出すとこんな感じ。これ楽譜で見るとね分かりやすいんですけれども、四つ打ちと裏打ちを組み合わせるとバスドラムハイハット、バスドラムハイハットってこう交互に叩いていく形になりますね。こう1のイでバスドラ、1のチでハイハット、2の2でバスドラ、2のイでハイハット、1、2、3、
し、い、いち、に、い、さ、ん、し、い、どっち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 、こんな感じ。これね、交互にやればいいってのが分かってると、このパターンね、やりやすくなると思います。ということで、この裏打ちとバスドラム四つ打ちの組み合わせ、一緒に練習していきます。メトロノームに合わせて、どっち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 、叩きます。それでは行ってみましょう。はい、OK です。そしたら一旦このハイハットとバスドラムだけのパターンを音楽に合わせて叩いて、ちょっとね、動きを体に染み付けていきましょう。今から曲ね、流しますので、合わせてどっち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 叩いていきます。それでは行ってみましょう。ということで、裏打ちとバスドラム組み合わせることができたら、ちょっと一旦ね、バスドラムはお休みにして、ハイハットとスネアの組み合わせ練習していきます。こんな感じ。スネアは今までと同じように2と4で叩きます。なので1でハイハット叩いたら、次2の2でスネア。この時ね、ハイハットは一緒に叩きません。スネアだけ叩くのがポイントです。で、2の2でスネア叩いたら、2の2でハイハットね。1、2、1、1、2、打ち、タッチ、打ち、タッチ、こんな感じ。そしてあとはもう一回これを繰り返します。3でハイハット、 C の C でスネア、そして C の E でハイハット、3、C、E、 つなげて叩くと、打ち、タッチ、打ち、タッチ、これで一小節ね。打ち、タッチ、打ち、タッチ、うっち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 タッチ、1、2、3、4数えながらだと、1、2、3、
んしい。一二三んしい。一二三んしい。こんな感じ。連続で叩いてみると、うちたち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 。一二三んしい。一二三んしい。うちたち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 。こんな感じです。この裏打ちとスネアの組み合わせはちょっとねリズム複雑なので、1234歌うよりかはウッチタッチウッチタッチって口ドラムを歌った方がやりやすいと思います。それではこれも一緒に練習していきましょう。メトロノームに合わせてウッチタッチ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 叩いていきます。それでは行ってみましょう。はい、OK です。どうでしょうか皆さん、ウッチタッチウッチタッチ叩けましたでしょうか。結構ねこの手のパターン苦戦する人多いので、ポイント2つお伝えします。まずこのねハイハットとスネアのこの順番というか、なんかリズムが全然覚えられない、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうっていう方は、右手左手のこの手順を覚えてみてください。これね、ウって最初休んだら、その後右左右ね、右手左手右手って叩くと裏打ちのリズムになります。実際にやってみると、う右左右ね、右左右って叩くとうちたちの裏打ちの形になるんです。う右左右う右左右うちたちうちたちう右左右う右左右。こんな感じ。このように右左で覚えると体が動きやすくなる人多いので、リズムがごちゃになっちゃう人はぜひねこれやってみてください。でね、このう右左右でこう慣れてきたら、だんだんとこのうっちタッチうっちタッチっていう音の方も頭にインプットしていけば OK です。ぜひねこれちょっとやってみてください。そしてもう一つのポイントは、こう右手と左手がぶつかっちゃう方に向けたアドバイスです。うん、この裏打ちね8ビートに比べて右手と左手がぶつかりやすいです。ぶつからないようにするには、左手を叩いた後、スネアの打面ギリギリの部分で待機させましょう。左手で叩いた後にこうやってこうスティックが斜めに上がっちゃったりとか、もしくはこんな感じでこう手ごとね上にこう上げちゃう方結構いるんですが、これだとどうしてもこう左手の位置が高くなってしまうので、右手とぶつかりやすいです。特にねこうスティックをギュって握っちゃうと、キュッてこう力入ってスティックが上に行っちゃいやすいので、それを叩いた後は少しこの握る力をリラックスすると打面の下に収まりやすいです。でさらにオープンリムショットをした方がリバウンドがなくなって、これもね低い位置にスティックを構えやすいので、オープンリムショットをするっていうのもねぜひ合わせて心がけてみてください。まあただとはいえね、初めての裏打ちのパターンでそんなたくさん意識するの無理だよって方も多いと思うので、その時はこのハイハットの位置を純粋にグッと高くしちゃうのもありです。そうするとねかなりぶつかりづらくなるので、ハイハットをいつもよりちょっと高めに設定するのもぜひやってみてください。ちなみにスネアを下げてもここの距離っていうのは稼げるんですけど、スネアを下げちゃうとこのオープンリムショットがしづらくなったりとか、あとはこう太ももに腕が
ぶつかったりしやすくなるので、基本的にはスネアを低くするよりはハイハットを高くする方がおすすめです。ということでセッティングも調整しつつ、これまた音楽に合わせてこのウッチタッチウッチタッチ叩いていきます。余裕が出てきたらね、こう音楽もしっかり聞いてリズムに乗る感じで叩けるとベストです。ということで行ってみましょう。それでは最後にハイハット、スネア、バスドラム、この3つを合わせて裏打ち完成させます。実際に叩いてみると、ウッチタッチ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 、こんな感じ。 1,2,3,4 歌いながらだと1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,こんな感じです。連続で叩いてみると、ウッチタッチ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 1,2,3,4,1,2,3,4,ウッチタッチ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 、こんな感じ。口ドラムはね、全部のパーツを歌おうとすると、打ち足しのウのところにバスドラムが入ってくるので、どっちタッチどっちタッチって感じになるんですが、まあ、ちょっとねこれだと裏打ち感がないので、個人的にはバスドラムが入っても、打ちタッチ打ちタッチって歌った方が得やすいんじゃないかなと思います。ただもちろんね、バスドラム入れた方が分かりやすいよっていう人は、どっちタッチどっちタッチでももちろん OK なので、やりやすい方でやってみてください。ということで一緒に練習していきましょう。今回は最初手だけ、ウッチタッチウッチタッチウッチタッチで、後からバスドラム、ウッチタッチ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 、こんな感じで後からね足を合流させるスタイルで練習します。それでは行ってみましょう。
はい、OK。 どうでしょうか、皆さん裏打ち叩けましたでしょうか。8ビートとはね、全然違う形で、しかもね、こうちょっと難しいのでつまずいちゃう方も多いと思います。裏打ちが苦手な方はこのウッチタッチウッチタッチっていうこの手の形がまだ体に馴染んでない場合が多いので、今からねちょっとテンポアップして練習していくんですが、そのテンポアップの練習を一旦ね、バスドラムなし、手だけでやって、まずはねこの手のリズムをひたすら体に染み込ませるのがおすすめです。ということでテンポアップして練習していきます。さっき苦戦した人は両手だけ、できた人はバスドラムも入れた完成形で練習です。それでは行ってみましょう。はい、OK です。それでは音楽に合わせて裏打ち叩いていきます。さっきテンポアップの練習両手だけでやった方はここで一旦バスドラム入れてもいいし、次両手だけで音楽に合わせる練習しても OK です。ということで行ってみましょう。
サーというゴールで裏打ちのビートパターンが叩けたら、最後に裏打ちからクラッシュを入れる練習してみたいと思います。こんな感じ、クラッシュシンバルを1のイのタイミングで叩きます。なので打ち出しで言うとウですね、打ち出しのウのタイミングでクラッシュを叩いてからのチッタッチね、ウでクラッシュチッタッチ、後半も合わせてスムーズにつなげてみると打ちタッチ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 、こんな感じになります。それでは一緒に練習していきましょう。まずは休みを入れながら1回ずつ叩きます。メトロノームに合わせて1 2 3 4 1 2 3 4と休んで1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4、こんな感じです。裏打ちビートがねまだ苦手でちょっと不安だなっていう方は、これもバスドラムお休みで一旦手だけで練習しても OK です。バスドラムなしでやると1 2 3 4、ね、打ちタッチ打ちタッチ1 2 3 4、打ちタッチ打ちタッチ、こんな感じ。苦手な方はね足を抜いて一旦練習してみてください。それでは行ってみましょう。はい、OK。そしたら連続で叩いていきます。手の動きだけだと打ちタッチ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 1 2 3 4 1 2 3 4、打ちタッチ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 、こんな感じ。バスドラムもつけると打ちタッチ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 1 2 3 4 1 2 3 4、打ちタッチ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 、こんな感じです。これも苦手な人は一旦手だけ、いける人はバスドラムも込みで練習です。それでは行ってみましょう。
はい、OK。そしたら4小節ごとにクラッシュシンバルを入れる練習してみましょう。裏打ちを4小節、ね、1、2、3、4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 、まで叩いたら1、2っていう風に次の1でクラッシュを入れていきます。それでは行ってみましょう。
ということで皆さん裏打ちビートいい感じに叩けましたでしょうか。そしたら今ねこの裏打ちをハイハット閉じっぱなしで叩いたわけなんですが、次はこれを開けていきます。しかも開けっぱなしで叩くわけではなく、開いたり閉じたりを繰り返すオープンクローズというテクニックを使ってでこの裏打ちを、ね、叩いていきます。ハイハットオープンクローズを使った裏打ち、先にねお見せするとこんな感じ。はい、これがハイハットオープンクローズの裏打ち。これはハイハット裏で開けて表で閉じるっていうのを繰り返しているんです。裏でだけハイハットを開けるってなんかめちゃ難しそうって思ったかもしれませんが、実は意外と簡単で、左足で4つ打ちをすればいいだけなんです。裏打ちをやった時、右足のバスドラムっていうのは 1,2,3,4 に合わせて 1,2,3,4 1,2,3,4 と4つ打ちをしてたと思うんですが、左足も同じように 1,2,3,4 で踏んであげます。1,2,3,4 1,2,3,4 ツッ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 、こんな感じ。こうすると表でハイハットが閉じることになるので、自然と裏でハイハットが開きます。なのでこのね4つ打ちを 1,2,3,4 とした状態で、で裏打ちしてあげると、チタッチウチタッチウチタッチ1,2,3,4 1,2,3,4、こんな感じでハイハットオープンクローズの裏打ちができちゃうんです。ポイントは左足はヒールダウンで動かすということ。以前ハイハットオープンのレッスンでやったように、左足っていうのは基本的にかかとをつけたヒールダウン奏法で操作します。なのでこうね、かかとはつけたまんま、つま先で 1,2,3,4 1,2,3,4 って動かします。ここだけね気をつけながら一緒に練習していきましょう。一旦ねバスドラムはお休みで大丈夫なので、まずは左足で4つ打ち、 1,2,3,4 1,2,3,4 で後から手を入れる、 1,2,3,4 1,2,3,4 うちタッチ、こんな感じで練習してみます。それでは行ってみましょう。はい、OK。そしたらバスドラムを入れて完成形にします。バスドラムも4つ打ちなので、右足と左足っていうのは同じ動き、両方とも 1,2,3,4 と4つ打ちをこんな感じですれば OK で、ここに手を入れると、チタッチ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  1,2,3,4 1,2,3,4 チタッチ、うちタッチ、うちタッチ、うちタッチ。
こんな感じでオープンクローズの裏打ちが完成です。右足はねかかとを上げたヒールアップで踏んで、そして左足はかかとをつけたヒールダウンで踏む。このね左右の足の動きが違うのでそこだけ気をつけてください。それでは一緒に練習していきましょう。これも最初は手は叩かず足だけね、ウッチタッチウッチタッチウッチタッチと足だけ動かして後から手を入れる。ウッチタッチ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 、こんな感じで練習します。それでは行ってみましょう。はい、OK。どうでしょうか、皆さんできましたでしょうか。これね、そもそも癖のある裏打ちのパターンに今まで動かしてこなかった左足が入ってくるので結構やっぱ難しいと思います。でもしかしたらね、このウッチーっていうハイハットオープンの音がうまくならない、ちょっとかすれたような音になっちゃうっていう方がいるかもしれませんが、最初はねそれでも大丈夫です。はじめはうまく音が鳴らなくても大丈夫なので、とにかくこの左足を1、2、3、4で4つ打ちしながら裏打ちを叩くっていうね、この動きにまずは慣れていきましょう。でこう余裕が出てきたら、だんだんこのハイハットを叩くタイミングと左足を上げてハイハットを開けるタイミングっていうのを揃えられるように意識していく。こうするとね、徐々に綺麗な音が出るようになっていきます。あとはこのハイハット開けるタイミングももちろん大事ですが、この締める時の踏み込み、これもね意外と大事。これね、締める踏み込みが甘いと余分な音が出ちゃったり音のキレが悪くなったりしちゃうので、思ってる以上にグッと、しっかり踏み込んでみてください。ということで、そんなことも気をつけながらテンポアップして練習していきましょう。
はい、ということで今回は裏打ちビートを練習してみました。この裏打ちプラス四つ打ちの組み合わせはダンスビートというふうにも呼ばれ、まさにねダンスミュージックなどでよく使われるパターンなんですが、もう最近だとねもうそこにとどまらずロック、ポップス、アニソンと様々なジャンルで用いられる超定番ビートとなってます。今までの8ビートとは体の動きがね結構違うので、苦手な方はねこう空いた時間とかでこう膝を叩きながらウッチタッチウッチタッチみたいな、もうとにかくこの動きをたくさん反復練習するのが大事です。まあとはいえね結構難しくはあるので、なんかねこう自分一人でやっててもうまくいかないなっていう方は、現在ね僕の公式 LINE に登録してくれた方限定で個別のオンラインレッスンを1回500円で受けられるサービスやっておりますので、ぜひねそちらで僕に直接相談してもらえればと思います。その他にも公式 LINE 登録していただくと初心者の方に役立つ特典が満載ですので、ぜひね概要欄のリンクから LINE 登録してみてください。ということで今回の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。